それでは打球レース予選カード実況です。予選2日目の G1 浜名湖賞解説70周年記念戦いは終盤戦カードの攻防を迎えておりまして、水面上第9レースの予選を迎えています。なおこのレース2号艇で登場予定でした西野雄貴選手は急病のため欠場、5選手による戦いとなっています。対戦メンバー1号艇関呂や、3号艇峰竜太、4号艇坪井康晴、5号艇中谷隼人、6号艇小坂直也です。まず1コースに1号艇関がこれから構えていくところ、今日の前半2レース一周1マーク冷静に展開を捉えての白星がありました。ここは2日目連勝をかけての陰線か、隣の2コースか3号艇峰、今日前半は外枠3着にまとめてきました。センターの3コーススタート展示同様、角1となるか4号艇地元の坪井、初日は2走ともさばいての3着2つ、4コースに5号艇中谷、サイアウトに6号艇小坂、今日のオープニングカードは3着な剣絡みです。展示同様スロー13ダッシュ456の2対3、2号艇西野選手欠場で5艇立て、9レースももちろん2周戦進入内から1番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇関、4コースから5号艇中谷が好タイミング、一周1マークイン先制は1号艇関、3号艇峰のサーシャンドル、4号艇坪井握って、その外6号艇小坂、内から5号艇中谷、峰の差し関を捉えた。インコースから3号艇峰が一定進リード、アウトコース1号艇関、内から5号艇中谷、2番手争いか、水面上5艇のスターター正常、一周2マーク3号艇峰トップターンついて回る、つけ前気味に1号艇関、トップ争い並走か、一気にかわしに行く、アウトコース1号艇関、インコース3号艇峰、それでも先はかかっている。3番手争いも5号艇4号艇僅差、レーサー2周目最終周回、最終周回1マーク1着争い、3号艇峰突っ張っていった。1号艇関は2番手、5号艇の中谷が3番手、上位現在は3番1番5番、後方4号艇6号艇の順、これから5艇が最終ターンマーク、激戦に変わったトップ争いでしたが、なんとか持ちこたえた。3号艇峰竜太、シリーズ2勝目最後の直線、1号艇関惜しくも2番手、3番手争い内内、4号艇坪井うまく回っていく、5号艇中谷に握って最後の直線、1着で3番の峰竜太がゴールイン、2着1番関、3着5番中谷、後方4番坪井、ラスト6番の小坂がゴールイン。